皆さんこんにちは。皮膚科医の小林智子です。今回は外来でよくいただく相談の一つ、目の周りのブツブツ、灰粒子を取り上げたいと思います。灰粒子は非粒子と呼ぶこともあるんですけれども、これは皮膚の良性腫瘍の一つです。今回はこの灰粒子の病態やあとは治療方法などを詳しく解説したいなと思います。ではですね、まず灰粒子とは何かについてなんですけれども、皮膚の良性腫瘍のうち灰粒子は表皮下脳腫にあたります。で、脳腫というのはどういうことか、簡単に言うと袋のできもののことです。で、同じように脳腫をきたす皮膚腫瘍には粉瘤アテロームと呼ばれるような腫瘍が一つあります。で、この灰粒子なんですけれども、脳腫の中でも皮膚のごく表面にできるというのが一つ特徴です。で、見た目としては 1,2 ミリ程度の白くて硬いできものが目の周りによくできるんですけれども、硬いのはですね、灰粒子の袋の中がケラチンと呼ばれる角質で満たされているためです。で、灰粒子のように目の周りに白いブツブツをきたす疾患というのはいくつかの種類があります。まず一つは肝管腫と呼ばれる出来物です。これはエクリン汗腺に由来する皮膚の良性腫瘍の一つで、思春期の女性に後発する目の周りのブツブツのことを言います。で、この肝管腫はですね、ホルモンが大きく影響しているというふうに考えられています。で、他にコメドといってニキビの一つも灰粒子と似たように白いブツブツを認めます。コメドというのは簡単に言うと毛穴の詰まりのことで、このコメドから炎症が起こるといわゆる赤ニキビに発展します。他に視線増殖症と呼ばれる、これは皮脂を分泌する視線の下形線によってできる白いブツブツもあります。で、視線増殖症の場合は白色というよりも少し黄色っぽいような出来物であるのが一つ特徴で、目の周りというよりも T ゾーンの眉間や鼻というような部位に認めやすい傾向があります。で、このように目の周りに白いブツブツをきたす疾患はいくつか種類がありますので、もし気になるというような方は一度皮膚科を受診されることをお勧めします。次にこの灰粒子の種類なんですけれども、灰粒子は大きく分けて原発性の灰粒子と速発性の灰粒子の2つのタイプに分かれます。速発性の灰粒子というのは特定の疾患だったり薬剤だったり、あとは外傷というようなものをきっかけにできる灰粒子のことで、具体的には水疱症などの皮膚疾患によってできる灰粒子だったり、あとはステロイドの塗り薬によってできる灰粒子、あとは熱傷などをきっかけにできる灰粒子などが有名です。それに対して特定な要因を持たない灰粒子を原発性の灰粒子というふうに言います。原発性の灰粒子もいくつかのサブタイプがあります。その一つが先天性の灰粒子で、新生児のおよそ 4,5 割程度で認めます。先天性の灰粒子の場合は自然招待するのが一つ特徴で、認めてからだいたい数週間から数ヶ月程度で自然に消えていくケースが多いです。で、よく外来で認める目の周りの白いブツブツに関しても、これも原発性の灰粒子なんですけれども、実は灰粒子というのは成人だけでなく小児に認めるケースもあります。ただですね、新生児や小児の方は放っておいても自然に消えるケースがあるんですけれども、成人の場合は自然に消えることはまずありません。冒頭で申し上げたように、灰粒子は良性の皮膚腫瘍になりますので、放置していても何も問題はないんですけれども、やはり目の周りに白いブツブツが多発すると、その見た目が気になるということで皮膚科を受診される方が非常に多いです。で、この灰粒子の治療なんですけれども、あまり実は知られてないんですが、保険が適用されます。具体的には圧出法といって、注射針やメスのようなもので表面に穴を開けて、それからピンセットや圧出器、綿棒といったようなもので中身のケラチンを圧出します。で、灰粒子というのは皮膚のごく表面にできる表皮下脳腫なので、治療によって
出血したり大きく腫れたりするようなことはまずありません。なので比較的手軽に治療を受けることができますし、やる側からしてもですね、簡単に綺麗にすることができるので、お気に入りの治療方法の一つです。よくですね、私の場合はニキビなど他の疾患でいらした患者さんに排流腫があると、その排流腫取りませんかというふうに勧めることが多いです。で、次によくある質問で、排流腫はどういった原因でできるんですかというような質問をよくいただくんですけれども、実はこれに関してはまだ明らかにはなっていません。よくですね、紫外線が原因で排流腫ができるんじゃないかというふうに言われることがあるんですけれども、確かに排流腫は紫外線に暴露されやすい、目周りなどの顔に後発する出来物ではあるんですけれども、実は顔以外にも眼咽部や乳輪部といったような部位にもできることがあります。なので紫外線は直接的に大きく関係する原因ではないのかなと個人的には思います。あとはよく摩擦によって排流腫ができるというふうに言うこともあるんですけれども、これに関してもはっきりとはしていません。よくですね、アトピー性皮膚炎の方で鼻のシワの部分に排流腫ができることがあるんですけれども、これが原発性のものなのか、あるいは走破による続発性のものなのか、意見が分かれています。ただですね、目周りというのはもともとバリア機能が低下しがちで、紫外線のダメージも受けやすい部位になりますので、普段からしっかりと UV ケアをして、それからなるべくこすらないようなスキンケアを心がけることは非常に重要かなと思います。で、それに関連してよく排流腫の予防方法についても聞かれるんですけれども、これに関しては十分なエビデンスはないものの、レチノイドが一つ有効だと言われています。原発性の排流腫のうち、例えば斑状排流腫だったり多発性発疹性排流腫と呼ばれるような排流腫は、レチノイドが非常によく効くことが分かっています。で、通常の目の周りの排流腫に対してレチノイドがどれぐらい効果があるかは分かりませんが、レチノイドを目の周りに塗るというのは一つ有効な方法かなと思います。同じくピーリング成分も排流腫の予防に一役買う可能性があります。目の周りは先ほど申し上げたようにバリア機能が低下しやすい部位となりますので、ピーリング成分を取り入れる際はグリコール酸やサリチル酸と呼ばれるような刺激に感じやすいようなピーリング成分ではなく、乳酸やグルコノラクトンと呼ばれるようなマイルドなピーリング成分がおすすめです。で、私はこちらのネオストラータのグルコノラクトンが配合されたピーリング成分をよく使っています。ということで、今回は排流腫について詳しく解説させていただきました。で、目の周りのブツブツでお悩みの方非常に多いのではないかなと思います。その中でも排流腫は特によく認める皮膚腫瘍になりますので、気になる方は一度皮膚科を受診されて治療を受けていただくことをお勧めします。ということで、今回の動画は以上です。それでは。